はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。はい、はい、マインクラフトのフィギュアなんですけども、ちょっと大きめのフィギュアだね。はい、トイザラスで買ってきました。まずこちらスティーブですね。はい、ここにね、斧を持って動かしてみようって書いてありますね。はい、だからこれ斧じゃないね、木のツルハシ、ツルハシだよね。うん、で箱の裏側はこのような感じで、実際のマイクラのレシピ、ツルハシのレシピが書いてあります。はい、続いてこちらスケルトンですね。はい、ここにボタンを押して弓矢を使おうって書いてあります。裏側は、弓のレシピと、あと矢のレシピがありますね。最後こちらクリーパーですね。はい、こちらには頭を押すとバラバラになるよって書いてあります。すでにもうこれはバラバラになった状態だ、ね、バラバラになってるね。裏側は TNT、そう、それのレシピになってます。箱自体がこの、なんて言うんだろう、ネザーゲートみたいな、ね、ネザーゲートになってる。そうだね。では開けていきましょうか。はい、はい、よいしょはい、まずこちらスティーブですね。首が動いて、手が動いて、足が動くんですけど、こういう感じでね。うん、それで背中の方にこういうねレバーがありますんで、これちょっと一緒に押してもらえますか。はい、あ、そうそう、これで手が動くんだね。あ、攻撃してる感じか。攻撃か掘ってるかどっちかだけど、うんうん、こんな感じでございます。続いてこちらスケルトン。スケルトンは結構動く、こういう感じで、はい、腕がちゃんと動いて、頭も動いて、足も動きますけども、うん、腕のこの部分、ここにボタンがあるので、うん、これを押しましょう、エシニ君。せーの、おい、押した。スプリングローゼルシューターみたいになってんだね、レゴの。うん、本当にそういう感じだ。こうやって差し込んで、ボタンで発射。おお。はい、そして最後にこちら、クリーパーですね。クリーパーちゃんと足が4本バラバラに動きますね。あと頭も動きます。はい、でエイシン君組み立ててくれましたけども、頭の上にボタンがあるので、これ押してもらえますか。どうなんだろう、押します、はい、せーの、おー、バラバラになった。なるほどなるほど、こんな感じでバラバラになるのね。うん、スティーブはこれ普通にこうはまってるだけなんだね。うん、だからこのツルハシをスケルトンに持たせることもできるんだ。うん、あ、こんな感じ、普通にシュッといける。うん、うん、なるほど。じゃあ他のシリーズ買えば、他のシリーズの何、剣とか、うん、そういうのを装備させることもできるわけだ。はい、おお、ちゃんと横広がるわ。あら、スティーブの手広がるんだ。うん、あ、すごいじゃん。うん、結構しっかりマイクラでいいね。うん、うん、最近我々マイクラの実機やってないけど、うん、ピーのやつ撮ったはいいけど、まだ編集してないってやつです。すみません。俺もパパが忙しくてできてないだけで、ほんとすみません。はい。よし、今日は夜だけど、久しぶりに冒険に行くぞ。わー、スケートーン、わっ、やれた。え、二発目撃ってこないの。なんだ、一発しかなかったんだ。おら、やったぜ。はい、ということで今回はマインクラフトのフィギュアでした。いや、この首だけになっちゃった。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか楽しかったなと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。